トワイライトゾーンタワーオブテラーは、ディズニーパークにある屋内フリーホール型アトラクション。公式ロゴはアメリカのテレビドラマ、トワイライトゾーンをモチーフとしているため、随所に関連した演出が見られる。ディズニーハリウッドスタジオのみ構造が異なるが、廃屋となったホテルのエレベーターが落下するという、アトラクションの基本部分は全て共通している。東京ディズニーシーのタワーオブテラーも、 この点は同じだが、トワイライトゾーンとは異なるオリジナルのストーリーと演出がなされている。ディズニー社のエンジニアは、このアトラクションを着想すると、アメリカ合衆国で大手のエレベーター製造会社である、オーチスエレベーターカンパニーにヒアリングを行った。落ちるエレベーターについて問われた、オーチス社の第一世は帰ってくれであった。タワーオブ、テラーの特徴として、 ソフトウェアによる改変が可能が挙げられる。通常のアトラクションは一度建造すると細かな、バージョンアップは可能なものの、大きな修正を加えることは困難である。タワーオブテラーではソフトウェアによって落下の仕方を変更できるよう開発当初より作られている。これは東京ディズニーシー版も同様であり、タワーオブテラーレベル13などが開催されている。物語は ミステリーゾーンのオープニングから始まる。時は1939年10月31日の夜、雨の降る中、一流のスターたちが集まるロサンゼルス一番の高級ホテル、ハリウッドタワーホテルにたまたま居合わせた、新士宿女の映画スターのカップル、売れっ子の少女とそのうば、中年の荷物持ちのベルボーイの5人の男女が乗り込む。彼らがそれぞれ宿泊する部屋へと向かおうとしたその時、 突如ホテルを落雷が襲い、エレベーターのワイヤーが切れ落下する事故が発生する。しかし乗っていたはずの5人はそこにおらず、謎の失踪を遂げた。このことがきっかけでホテルは閉鎖へと陥ってしまう。ここで、ロッドサーリングによる解説が始まる。時が経った現在、このホテルには電気が止まっているのにもかかわらず、ネオンが灯ったり、エレベーターが動き出すという怪現象が発生。 しかもそのエレベーターはあるはずのない13階で止まるという奇妙な現象が起きてしまいます。ホテルのこのエレベーターに乗り込んだゲストは彼らが消えた異空間トワイライトゾーンに入り込むことになる。トワイライトゾーンタワー・オブ・テラーはディズニー・パークにある屋内フリーホール型アトラクション。ディズニー・ハリウッド・スタジオのものは全世界で最初に作られたオリジナルである。構造としては 6本のシャフトを配置し、各シャフト1本ごとにフリーフォール型のライドが1台ずつ配置されている。2つの映像シーンを経由して上昇した後、ライド全体が前進し、フリーフォールゾーンに移動する構造になっており、ライド前進後のゾーンは2台のライドで共有している。エレベーターが上昇、下降だけではなく前進するのは、ディズニー・ハリウッド・スタジオ版のみである。テーマは、 映画、トワイライトゾーンを採用した。フロリダ版の特徴は、乗車ごとに、演出や落下のパターン及び回数が異なり、何度乗っても楽しめるようになっている。体を固定する安全装置は、開業当初は3から4人共用の安全バーだったが、現在は2点式、シートベルトとなっている。トワイライトゾーンタワー・オブ・テラーは、ディズニーパークにある屋内フリーホール型アトラクション。 ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーのものは、シャフトが3本で1本のシャフトごとに2台のライドが交互に稼働する構造を採用しており、構造的には、ウォルト・ディズニー・スタジオ・パーク及び、東京・ディズニー・シーにあるものと同型である。また、アトラクションのテーマとして、トワイライトゾーンを採用しており、ウォルト・ディズニー・スタジオ・パーク及び、ディズニー・ハリウッド・スタジオと共通する。つまり、 パリ版とアナハイム版は構造とテーマの双方で共通しているが他の二つとは構造内しテーマのいずれかの点で異なっているオープン当初はハリウッドタワー・オブ・テラーという名称だったが後にフロリダ版と同じ名称に変更された2017年1月2日にクローズ2017年5月27日にマーベルコミックス原作の映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーをテーマにした ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・マイナス・ミッションブレイクアウトとしてオープンされた。トワイライトゾーン・タワー・オブ・テラーはディズニー・パークにある屋内フリーホール型アトラクション。ウォルト・ディズニー・スタジオ・パークのものはシャフトが3本で1本のシャフトごとに2台のライドが交互に稼働する構造を採用しており、構造的にはディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー及び東京ディズニーシーにあるものと同型である。また、 アトラクションのテーマとして、ドワイライトゾーンを採用しており、ディズニーカリフォルニアアドベンチャー及びディズニーハリウッドスタジオと共通する。つまり、パリ版とアナハイム版は構造とテーマの双方で共通しているが、他の二つとは構造内しテーマのいずれかの点で異なっている。パリ版は当初、パーク自体の開園から2年後の2004年にはオープンする計画であったが、 経済的事情により建設計画が頓挫。その後着工したものの、フランスの建築規制などのせいで広報が変更されるなどの事情もあり、当初計画から大幅に遅れて2007年末にようやくオープンにこぎつけた。タワー及びこれに付随する建物は、パークのほぼ中央に位置するため、建設期間が長引いたことにより、園内の動線が長期間分断された状態が、 続いていた。特に、正面から見て、ちょうどタワーの背後に当たるスタジオトラムツアーなどは、トゥーンスタジオを大きく回り込んでいかなければ、到達できない状況が続いて不便であった。ありがとうございます。